おお、綺麗な場所だな。素敵な場所ね。景色もよく見てみようよ。ここを登れば城までもう少しだ。どこかに登れそうなところはないかしら。向こう側に渡って道を探しましょう。行くわよ。ソラ、あの突き出てるところまで行けないかしら。裏から回れそうじゃない？ここから行けそうよ。
あの足場まで登れない？洞窟から繋がってないかしら？どうだ？ああ、もう落ちちゃったわ。よし、登り直そう。Yeah!
でしょうよ。Thank you.
はあ、逃げちゃった。驚かせちゃったのね。ああ、しまった。もう驚かせちゃダメよ。ソラ、鳥はあっちに飛んでいったわ。よし、あったの最後に驚かせないようにゆっくりと。あっと、ああ、ソラ、うん、あんなところに。残念。まだ鳥は降りてこないのね。ああ、あんなところに。まだ鳥は降りてこないのね。ラプンツェルが何か見つけたみたい。ソラ、鳥はあっちに飛んでいったわ。ああ、あんなところに。鳥はあっちに飛んでいったわ。あっと、もう驚かせちゃダメよ。ラプンツェルが呼んでるぞ。ねえ、ソラ。ああ、あんなところに。鳥はあっちに飛んでいったわ。逃げないでくれよ。そっと、そっと。そら、そっと。気をつけて。こんな鳥初めて見た。素敵、歌ってるみたい。だな。よ、ここを滑っていけば気持ちよさそうじゃない。ヤッホー、ヨー、わわわわわ、気持ちいい、わわわわわわ、気持ちいい、ヨー。外の世界にはこんなに楽しいことがあったのね。
空たちのおかげで知ることができたわ。ありがとう。ラプンツェル嬉しそうだな。うん、それね。町の人が話してたよ。夜になったら明かりが飛ぶんだって。へえ、俺たちも行ってみよう。何？お祭りでもしてるのかな？やっ、やっ。奥に広場があるみたいだよ。行ってみよう。近い近い。なんだかいい匂いがするよ。この辺りに食材があるんじゃ。何？人いっぱいじゃ。あそこに広場があるよ。この辺りに食材ないかな。しかも食材がありそうだよ。おお、すごく賑やかだな。
消えたプリンセスに。
ずっと18年の間、窓の外を眺めて夢見てた。あの光が空に舞い上がる様子を間近で見たいって。想像してたのと全然違ってたら、どうしたらいいの？違わないさ。夢が叶ってしまったら、次は何をしたらいい？それが楽しいんじゃないか。また新しい夢を探すんだ。私も渡すものがあるの。もっと早く返さなきゃいけなかったけど、なんだか怖くて。だけどね、今はもう怖くない。なぜかわかる？わかる気がする。本当ごめん。何も心配ないよ。ちょっと片付けることがあるんだ。わかった。すぐに戻るから。大丈夫だから、パスカル。ちょっとはタイミング考えろよな。せっかくのいい雰囲気が台無しだね。ほいたほいた。迷惑な客には帰ってもらおう。うん、もらった。
た、よっ、はぁ、はぁ、これまでだ。もっかい。へっ、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 友人？友人！やはり彼はティアラだけが目的だったようだな。そんなの嘘よ！あなた誰？もう諦めたまえ。君には君の居場所があるはずだ。さあ。お母様、どうやって？あなたのことがとても心配だったのよ。それで後をつけてあなたが襲われているのを見たの。さあ行きましょう。また魔物が現れないうちに早く。あれ、ラプンツェルだよな。おーい、
ラプンズ。無粋なことはやめたまえ。マルシャ、せっかくの親子の再会だ。静かに見守ってやれ。どういうことだよ。ラプンツェルは大切な存在だ。塔の上で誰の目にも触れず、一生母ゴーテルと暮らすのだ。誰とも会えないの？それって閉じ込めてるのと一緒じゃないか。もちろん閉じ込めているのだ。ゴーテルはラプンツェルの髪が持つ魔法、怪我や病気を癒す力を独占したいがために閉じ込めている。外からの干渉を断ち厳重に保存されるなら、機関にとっても好都合だからな。好都合？機関が必要とした時に使うためだ。お前たち光の使用者が揃わなかった場合、新たな七つの純粋な光の心が必要となる。ニューセブンハートの一人として迎えるということだ。ニューセブンハート？そう、役目を終えたプリンセスの光を引き継ぐもの。守れとか言っといて、結局ラプンツェルを狙ってるってことなんだな。そんなことさせない。やはり静かに見ていられないか。ならばしばらく眠っていてもらおう。ソロ！お前は本当によく眠る。喋ってちょうだい。もブツブツ言うのは嫌いなのよ。私は消えたプリンセス。そうでしょ。はっきり聞こえた。お母様、お母様って呼ぶべきなのかしら。いやねえラプンツェル、一体何の話してるの。なぜいきなりそんなおかしな質問するのよ。あなただったのね。みんなあなたが仕組んだことなのよ。すべてはあなたを守るためにしたこと。生まれてからずっと隠れて生きてきた。私の力を利用しようとする悪い人たちから。ラプンツェル。でも私を利用していたのはあなただった。どこへ行くつもり。あいつは絶対に来ないよ。彼に何をしたの。あの悪人は間もなく死刑になるわ。そんな。ほらほら、もう平気だから安心なさい。これで全部収まるところに収まったのよ。やめて。外は怖いなんてみんな嘘だった。私がプリンセスってことも隠してた。あなたにはもう二度とこの髪の力を使わせたりしないわ。二度と。
私を悪者にしたいのね。ああ、そう。なら悪者になってやるわよ。待て、マックス。あ、フリン。ソラはどうしたんだ。それが、さっきから何度も呼んでるんだけど、なかなか起きないんだ。ソラ、起きて。こういう時は、そうだ、いい方法があるぞ。マックス、やれ。そうだ。目が覚めたな。よくやったマックス。あれ、俺どうして。そうだ、ラプンツェルが塔に閉じ込められるって。ああ、きっと彼女の母親だ。俺はラプンツェルを助けに。一緒に行くよな。ああ。行くぞマックス。ここは俺たちに任せて、フリンはラプンツェルを。わかった。はっ。